こんにちは。世界の名作文学を5分で語る、時には10分くらいかかってしまうという気楽なコンセプトで、世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです。今回はですね、私が個人的に収集しているこのファイルの中身について、そこからいろんな話をしていきたいと思います。ちょっとですね、ちょっと今見えないですけど、よいしょ。こんな中身になっています。最初のページに、ゲーテ全集とかね、これ、大岡昇平さんが、ゲーテ全集について書いて、ゲーテからランボーへとかね、そんなことを書いた冊子、いろいろ入ってるんですよ。これは、これなんかはヘッセについて、ヘッセの本の中に入ってた冊子で、いろいろあるんですけど、この冊子についてはまた、次の機会に。これは私が昔個人的にお付き合いをしていた、画家の熊谷真知子さんという人ですね。それから、これは飯田浩一さんが、詩人の今昔、日本語の詩に、韻を作ることができるかみたいなね、そんなことを書いてたやつです。ちょっとね、これがですね、武者小路実篤氏が死去、昭和51年、1976年4月9日にね、死亡記事が載っていて、これは父がですね、武者小路が死んだぞと言って教えてくれて、切り抜いてそのままずっと持ってますね。1976年から持っているから、もう何年になるでしょうか。5年ですね。すごいですね。4月9日といえば今月のことだったんですね。45年前の今月。この辺はですね、ヘーゲルをね、新たに翻訳したという長谷川博さんの記事がしばらく載ります。こっちは昔仕事で使っていたワールドカップアメリカ大会のトトカルチョを やってましたね。アメリカ大会ですからね。ドーハの悲劇がの時の日本が行けなかったワールドカップですね。はい。で、ここからちょっと本番ですが、ここにですね、勝海舟について書かれたコーナーがあります。見えますか？はい。じゃあ、よいしょっと。はい。じゃあ、そんな感じの冊子からですね、話していくんですけど、勝海舟、嫌われなければ男の仕事はできないっていうね、これは、プレジデントって雑誌がありますね。あそこに載ってた記事です。で、これを書いた人は、プレジデントの記者なのかな？作家の小谷野敦さんという人が書いてるんですけど、渋沢寛さんの長編小説を、勝海舟というね、長編小説を原作として、大河ドラマで勝海舟が放送されましたね。最初は渡哲也がやっていて、病気で松方弘樹に変わったというね、あれでしたけど、山本直純さんがね、出だしを作曲していて、あれは、僕も小学校の頃だったんで、とても感動しながら見てましたね。まだ幕末の頃の歴史的事実が頭に入っていない頃だったから、当時大河ドラマを見るとですね、戦国時代も、幕末も初めて知ることばっかりなんですよ。勝海舟のちょっと前に坂本龍馬というのをやってましたけどね、その大河ドラマの坂本龍馬を見ながら、小学校4年ぐらいの僕はその坂本龍馬が最後に暗殺されることを知らずに見てたわけです、大河ドラマを。だからですね、最後暗殺されるじゃないですか。主人公が死んでしまったみたいなね、そんなとてつもない衝撃を受けたことがありますね。ということで、勝海舟もですね、勝海舟を見ながら、幕末のことが分かっていったみたいなところがありました。で、この渋沢寛さんの勝海舟とか、僕は1巻だけ持ってるんですけどね、この小谷野敦さんが言うには、レ・ミゼラブルに匹敵する面白さだとね、すごいべた褒めですよね。レ・ミゼラブルに匹敵するんだと、ね。日本人の現代の作家がなんか普通に書いてちょっとハマったら、もうレ・ミゼラブル級なのかみたいなね、感じですよね。勝海舟。でもね、こんなこと言っちゃあれですけど、この小説の文章はあんまりうまくないんですよ。っていうかね、好みもあると思うんですけど、あまりにも淡々と書きすぎていて、人物がくっきりと浮かび上がってこないですね、僕的にはね。なので、
レミゼラブルの方が面白いかみたいなね。まあでも勝海舟の話ですからね、ね、とてつもない幕末の巨人ですよね。まあ、そんなことを書いていたり、あとね、今の勝海舟の隣のページには日経新聞の切り抜きをまた挟んでるんですけど、まあこれはね、木村栄一さんという、これは誰なんでしょうね。よく知らないんですけど、この人は愛読書の一つにモンテーニュのエッセイがあって、で、モンテーニュのエッセイの中にはローマの哲学者キケロやセネカの言葉がよく引用されるって書いてるんですね。でですね、先日偶然セネカの人生の短さについてを見つけたので早速紐解いてみると、これが実に面白い。で、まあ、その中にですね、この人が言うにはこんなことが書かれているんですね。セネカが言うところでは、今をときめく人物や哲学者、賢人の場合だと会おうとしてもなかなか会えるものではないと、ね、しかし書物であればソクラテス、アリストテレス、エピクーロスなどあらゆる時代の天才賢人から話を聞くことができるって言っても、ローマ時代のセネカの言ってるあらゆる時代の天才って全てギリシャ人じゃないかみたいに思いますけどね。しかも訪れた者が難人であれ手ぶらで去らせるような人はいないとセネカが言っているって書いてですね、それでまあ面白いっていうか、僕もあのちょっとセネカを買いましたね。人生の短さについてという本があって、そして実際に、そんなことをセネカが言ってるのかと思ってですね、そこだけを探して、見たら本当に言っていてですね、というかまあ嘘を言うわけないから当たり前ですけど、こんなことを言ってますね。まあ、真の職務、本当の仕事、真の職務に携わっているものといえるのは、ゼノンやピュタゴラスやデモクリストスやその他諸々の学芸の巨匠たちや、アリストテレスやテオプラストスといった人たちを毎日最も親しい友達のようにしたいと望むものであろう。まあ、これらの人たちは誰一人留守をすることはない。自分たちに近づく者を一層幸福にし、自分たちに一層愛着を覚えさせずには返さないであろう。どんな者にも手ぶらで自分たちの元を去らせない。夜であれ、また昼であれ、どんな人間でも会ってもらえるのである。というふうに、確かにこの中にこの人が言うように書いてたんですね。まあね、本の中で出会えば、いつ行ってもその人はいるんですね。そしていつ行っても話し相手になってくれるというね、そういう考え方で、本をね、捉えていると。で、まあそういうことですね、ニコマコス倫理学、アリストテレスと話をしようと思ってですね、昔今をときめく落合陽一君のお父さんの落合信彦さんに僕は没頭していて、哲学は会話するように読めば分かりやすいっていうからですね、会話するようにアリストテレスと会話するように読んだけど何も分からなかったですけどって、これね、ニコマコス倫理学はカントやヘーゲルよりは簡単、まあ、読めば分かるんですよ、ニコマコス倫理学は。でも真剣に一行ごとに真剣に意味をかみしめながら読まないと先に続いていかないんで、まあ一人で読書してよっぽど哲学好きじゃないとなかなか読めないですね。読書会でもあってやむなく読むんだったら読むでしょうけどね。まあなんかこういうのはやっぱり学生時代に読むものかなと思いましたけど、まあでもね、行けばいつでもアリストテレスは相手をしてくれるということだけは確かなんだと。で、まあプラトンもね、まあ、これはプラトンは昔からね、買いましたね。ちなみに若い人は知らないかもしれないですけど、昔日本の高度成長時代あたり、まあ、僕は幼年期の頃はですね、日本人にとってステータスっていうのはピアノを家に置くこと、ね、もうマンションの 2LDK ぐらいの狭いマンションにだってピアノ買って置いてた時代がありましたね。ピアノを置くことが、まあ、こう一つ家を構えたことの象徴になる。それからその家に聖書を置く、ね、日本人でクリスチャンでも何でもないんだけど聖書が家にあるということが一つのステータスになってた。そして、プラスで言えばシェイクスピアの本が一冊以上あること、ね、シェイクスピアの本と聖書があることで、ピアノとシェイクスピアと聖書があることで、社会的に一人前の人間なんだと思われる時代が日本にあったんですね、はい。でまあ、その中の一つにプラスアルファでプラトンもあればいいみたいなね、そんな考え方があったんですよ。プラトンね、プラトンは読めばわかるんだけど、まあ、深遠すぎてね、本当に分かったつもりだけなんじゃないかみたいに思ってしまいます。で、さっきのセネカの続きにですね、大岡誠さんってね、日本の詩人がいますね。子供も詩人になりましたね。子供は二箇所取ったんですかね。誰にも見えない馬を僕は空き地に飼っている。
時々手綱を握って12世紀の全貌図に会いに行く。この誰も見えない馬ってのは本のことなんですね。本棚に飼ってて時々、その本の中に入ってどこにでも行く。でこの12世紀の全貌図ってのはこの道元のことなんですね。こういうふうにですね、ここで紹介されていることをことごとくクリアしていったぞみたいな感じになります。さあそしてですね、ちょっとまた今見えないんですけど、この本の中にはですね、こんなふうにですね、若き私がいるんですね。これはですね、当時の読売新聞の文芸辞表でですね、教会の村でを書いた古庄秀夫さん、地味だが深い味わいとね、新聞で評価されてですね、この記事を会社の社長が見かけてですね、古庄君は作家だったのかねとかね、言われてですね、いや作家じゃないですけどみたいな感じで言われたことがありました。あとですね、ここに清岡卓之さんの晩年の最後の筆水の小説マロニエの花が言ったっていうね、紹介があったりですね、あ、そうそう、なんか今日は私の自慢話に、数少ない自慢話ですけど、これはですね、何かというとですね、ちょっと第68回小説現代新人賞予選発表というね、毎年1回昔やってましたけどね、1999年12月20日締め切りの応募の中でですね、ここのこう肝試し、福岡県古庄秀夫ってありますね、この肝試しという作品を応募したらですね、一次予選に通ったってことですね。はい、で応募総数1493編で、ここにあるのは80ぐらいかな、まあだからまあそれなりの選ばれたものだったということですね。はい、それがどうしたと思われるかもしれませんけど、あ、そうそう、これをね、ぜひ、あ、これはあのデビューしたての熊谷達也さんの切り抜きですね。昔は私は切り抜きまでいっぱい貯めてたんですね。でこっちにですね、作家の藤沢修さんが、実は私は現代史のファンですって言ってね、いろんなことを語ってるんですけど、詩が洗う三文ばっかり読むと俗っぽくなるから詩でもって、心を洗うんだということでね、言ってます。でこの中で、藤沢修さんはですね、現代詩は現実から乖離どころか密着している、まして、三文という魔物にまみれるとなれば現実をも養殖し新たな世界の血を紡ぎ出すとも言える、現実の原理から目をそらしたときに詩や言葉は逃げていってしまうのだ。日本の現代詩は世界的に見ても卓越していて、敬遠したり読まれないというのはただただもったいない。詩は私たちが今いることを鍛えてくれるとね、言ってですね、はあ、やっぱ現代詩っていいんだなと思って、読むけど、現代詩はなかなかね、そうそうありません。あ、まあまあちょっとね、これは若い頃の島田雅彦さんがロシア文学をむさぼり読んだんです私って言ってるやつですね。そしてこっちのページにはですね、日経新聞の昔日経新聞、あ、今もそうかもしれないけど、今も日経新聞撮ってないんで、日曜版にね、よくこういうこう文化的な文学的なものがものすごく素晴らしい記事がありましたね。これはジョン・ダンの詩集とアイリの詩集の紹介なんですけど、ジョン・ダンっていうのはあの高ために金はなるの出だしのところ、まあ映画でもねそれは読まれるんですけど、欧州の土くれの一つに過ぎないけど、だから波が来たら一人一人は死んでいくみたいな、そんな詩をね、たがために金はなる、でヘミングウェイはジョン・ダンの詩を引用しています。でこのジョン・ダンのこういう詩が素晴らしいっていうんで、やっぱりですねジョン・ダン詩集を買って読もうとしたんですけどね、面白くないんですよ、ジョン・ダンはなかなか難しいですね。これ英語で読まないと多分ダメですね。これ大訳なんですけど、ジョン・ダンの解訳とかユーモアを英語で読んで分かるほど英語分かんないんで、ジョン・ダンは失われた、私にとっては失われた詩人かもしれないですね。そして、作家じゃないんですけど、この人をご存知でしょうか。渡瀬製造さんの若い頃の写真。渡瀬製造さんをご存知でしょうか。ですね。私と同じ世代の人。このハートカクテル、ね、松岡直哉の、音楽で、テレビにもなってね、ビデオでも昔ハートカクテルやってました。でこれは
タンタンの大冒険が大好きでね、タンタンの大冒険みたいな絵で、かっこいいことを描きたいっていうね、日動火災の営業所長だったんですよね、渡瀬清三さんは。でもこんな漫画を日動火災の営業所長が描いていてですね、なんとあの週刊モーニングで、爆発的に今で言えばバズってですね、大人気漫画家になったというか、これは漫画というんでしょうかね、これめちゃくちゃ面白いんですよ。僕は大学時代からやってるから、まあ、昭和の終わりから始まってバブルの頃で爆発して、とてもこれは面白い。これ一個一個が短編小説ですよ。あ、中にはこの今ちょうど見てもらっているこのね、この漫画、お兄さんが死んだ少年が野球場に行く云々、これをネタに僕はあの一吹きの風が語るものというね、僕の短編小説を書いたことがあります。この渡瀬清三さん、こういうこう洋風のかっこいいのもあるしね、こういうこう二人だけのシーズンってこうちょっと長めの漫画でね、こんな風な感じのかっこいい女の子とか男の子で、登場人物はみんなかっこいいですけどね、とてもねいいあれですね。はい、ちょっとまた消えますけど、はい、ということでですね、何がということかわからないですけど、この中にはですね、いっぱいいろんなものが、あるんです。まだあれですけどね、これは丸山健二さんが千日の瑠璃という小説を書いた時の、インタビューですね。そう、もうね、キリがないぐらい、これは本当に素晴らしいんですよね。そして自分の切り抜きを込めてどうするの？これはあの宮沢賢治さんについて、宮沢賢治について、オーストラリアの文学者が、日経のインタビューで語っているんですね。この人は有名なあのロジャー・バルバースさん、ロジャー・バルバースさんというね、オーストラリアの人で、宮沢賢治研究家として有名なんですね。で、まあ、昔は古風なんでね、こんな風な手紙をね、私もあのもらったりしていましたね。こんな風にこう文学っぽい世界な雰囲気がね、これを開けると出てきますね。はい、というようなことで、今日はそんなよもやま話でした。今日はちょっと声が低めなんですけど、なぜかちょっとね、珍しくちょっと飲みすぎて早く寝たんで、今真夜中に起きて喋ってるというね、わけのわからんことをやっています。で、このモリエールの女学者というのを最近再読しましてですね、またこれについてもそのうち話そうと思いますけど、めちゃくちゃ面白い。でもやっぱりシェイクスピアの方が面白いなというのがですね、正直なところでした。はい、ということで今日はですね、何を言いたかったかというと、主にセネカの読書ってのは古の人々に会いに行くんだっていうね、これはあのマキャベッリも同じようなことを言ってですね、あのみんなに会いに行って聞いた話を書くんだと言って書いてできたのが君主論だったっていうね。だからこうああいう古代の人も、ね、テレビも動画も YouTube も何もないから、なおのことこう頭のイメージを世界がね、鋭かったんだろうなと思いますね。夜になればネオンもないから、空を見れば満天の星空だったしね、今よりはるかに自然現象が人間に衝撃を与えていたに違いないというふうに思います。でも勝海舟をもう一回全部読んでみようかなというふうに思いつつ、今日は以上です。はい、で今日はですね、昨日藤井貞和さんの藤原の定家の詩を読みましたけど、あ、これ前太宰治の書かれなかった性貧難のためにっていう詩も読んだことは、結構この詩集から読んでますね。今日はですね、記念日という短い詩を読んで終わりにしたいと思います。藤井貞和、記念日。日暮れから飲む、あ、そうそう、すいません、今日日暮れから飲んでたんでね、この詩になったのかもしれないですね。不思議な巡り合わせです。わざとじゃないんですけど、もう一回やり直します。記念日、日暮れから飲む。迷路の中で好きな女友達の葬式みたいに飲む。生涯の最中の正夢をぐいと飲む。ああ、生涯は
明るい記事であったが、今日腐乱し始める記念の日、それを思うと深夜まで飲まなきゃならん友達よ。はい、今日は以上です。またお会いしましょう。ありがとうございました。